昨日の練習試合で受けた怪我が見た目が結構ひどいので、ちゃんとした、フィジオセラピストに見てもらうことになりました。その彼がですね、アップカントリーライオンズのトレーナーでもあって、うちの監督の、知り合いでもあります。なんで、今回はタダで見てもらうことになったんで、これから行ってきたいと思います。ここがですね、アップカントリーライオンズのコロンボ市内にあるクラブハウスになります。アップカントリーは、第一戦で戦ったんですけど、彼らはですね、地方にあるチームなんですね。なんで試合がある時だけはこうコロンボに来て、ここに泊まって試合をします。Pain if I put pressure here, yes, right? Yes, yes. This side? No? This side, no. Yeah, oh. Pain. Our real politician. ここがアップカントリーライオンズの、練習場になります。スリランカで初めて人工芝のグラウンドを見ました。すごくいい環境ですよね。多分1番か2番目ぐらいに、お金のあるチームで、代表選手も勢ぞろいしてます。スリランカの、ナショナルスポーツ、国技ですね。それはバレーボールになるので、見てください。サッカーグラウンドの隣には、バレーボールできる場所があります。Can go this way? No, no, no.